はい、住吉さんワンポイント酒知識、とっくり編行ってみたいと思います。とっくりとは主に日本酒をぐい飲みなどに注ぐ際に用いられる酒器の一つ。陶製のものから金属製やガラス製など種類は様々、容量も180ミリから1800ミリ程度のものまで様々存在するが、近年は180ミリから360ミリ程度のものが一般的。ガラス瓶やプラスチック製の、液体容器の登場までは醤油や油などの保存容器としても広く使われていたと。名前の由来としては元はとくりと呼ばれていたものがとっくりに変化したと考えられているが、なぜとくりと呼ばれ出したかは諸説あり、真相は不明だと。現在一般的になっているとっくりという漢字に関しても、とっくりやとっくりという表記も残っており、単純にとくりの当て字という説もあると。面白いですね。2ページ目の、酒器の使い分けですね。お酒のタイプに合わせて酒器を選ぶことも重要ですと。まあ、モダンなお酒の場合にはワイングラスやガラス製の酒器、磁器のカップを、反対にクラシックな味わいのものには、和の風情漂う、とっくり片口やぐい飲みと、まあ、当然の酒器を、酒器の形状によっても差が生まれますが、それについてはおいおいと。同じお酒でも酒器が変われば味の、同じお酒でも酒器が変われば味の感じ方もガラッと変わってきますので、ぜひお試しくださいということですが、まあ、本当は味めちゃくちゃ変わるんですよね、酒器によって。例えばワイングラスって、まあ、いろんな形があって、例えばシャンパンだったらフルートとか、白ワインだったら少しこうスマートなタイプのワイングラスで、ブルゴーニュだとこう丸っこいもの、ボルドーだと大ぶりとかっていう、まあ、またさらにそのもう細かいいろんなそのワインの種類味のタイプによってこう形状がねこうあると、まあ、それでワイングラスの形状がいろいろあるということを結構皆さん知ってあるんで、味の変化ってまあ形状で一番変わると思われてる方多いんですね。まあ、確かに平たい杯と抹茶碗型のこう立ちのぐい飲みで飲むと、やっぱこう入ってくるスピードだったり、その一緒に入る空気量が違うんで、味はもうちょっと形状によっても変わるんですが、僕はまあ形状よりも素材の方が変わるなと。同じガラスであってもガラスの質によって全然やっぱ味が変わりますね。お酒がね、酒器のこう内側にこう触れることによって何かしらの、まあ、化学変化だったりとか、まあ、あとはその単純に匂いがついたりとかね、その酸化のスピードだったり、まあ、いろんなことが関わってくるので、まあ、まあ形状よりもまあ素材かなという気がしてます。ここであるそのモダンな味わいのお酒はワイングラスやガラス製の酒器、磁器のカップっていうのは、まあ、味が要は変わりづらいわけですよね。でモダンなお酒っていうのはすごく繊細で、味の要素も少なく熟成感もないので、まあ言うならばこう無垢というかピュアというか、赤ん坊とか子供みたいなもんと思ってもらってですね、変化に弱いというか変化しやすいわけですね。そういった時には、まあ、ガラスだったり磁器だったり、まあ、陶器であってもきっちり釉薬の、かかったものが、まあ、おすすめかなと。やっぱ変化が分かりやすいんでね。で逆にそのクラシックで熟成されたものっていうのはもうタフで、まあ人間でいうとね結構年を取っていろんな経験も積んでるんで、多少のことではびくともしないぜというね、そのタフネスがあるお酒なので、例えばあの釉薬をつけてない焼き締めの酒器ってすごく見た目もかっこいいし風情があるんですけど、あれ味がねすごく変わるんですね。焼き締めの器でまあモダンでフラッシュなお酒を飲むと、ちょっともうその酒器としてのこう役割を超えてきちゃうというか、でも逆に熟成したお酒をこう焼き締めのね器で飲むとものすごく風情があるし、なんか土のこう香りというかね、そういったものがプラスされることで、なんかこうあの、まあ、文化性が増すというか、まあ、日本のこう歴史だったりね伝統だったりというものが感じるようなことができるので、まあ、その辺はうまく使い分けていただきたい。もちろんそのとっくりにしてもぐい飲みにしてもですね。で僕ねこの酒器の話でそのすごく覚えてるのは、これは、ね、10年前ぐらいだったかな、あの唐津のねその陶芸家の方たち、まあ、割とも先輩の今、まあ、60代の方たちの、まあ、その展覧会のトークセッションみたいなのがあった時に、まあ、会場の人から質問で岡本作礼さんね陶芸家の方に、作礼先生はそのお酒を飲む時にどういったそのぐい飲みを、とっくりを使うのがお好きですかというこう話があった時に、まあそれいろんな時にこういろんなものを使いたいですが、やっぱり一つ言えるのはじっくり腰を据えて飲みたい時は焼き締めがいいですねと。焼き締めの酒器っていうのは、まあ、酒もこう染みて、まあ、そのこう器とね一緒に飲んでるような、まあ、そういったこう気持ちになれるので、とおっしゃってたのもね
すごく鮮明に覚えてまして、味が変わることイコール悪ではない、言うなら全部変わるんで、全ての酒器が味は何らかの変化を起きるんで、ただガラスの容器や磁器の方が変わりづらいよと、陶器のもので特に、まあ、釉薬の勝手な焼き締めのものだったりというのは味の変化があるよと、まずでもそれも含めて楽しむのがいいんじゃないかというところを今日はねお伝えして終わりたいと思います。ありがとうございました。